泡消火剤などに使用されている有機フッ素化合物 PFAS は人体への有害性が指摘されていますが、国内では十分な調査が進んでいません。環境省は今日 PFAS への対応について検討する専門家会議を開催しました。国内の検出状況等を踏まえ、 PFAS および PFOA を含めた PFAS 全体についての対応の方向性を専門的見地からご議論いただきたいと。会議では国内での検出状況や世界的な動向に加え、国民への情報発信の在り方などについて議論されました。参加した委員からは汚染源を特定する必要性が指摘されたほか、国内での詳細な調査を求める意見が上がりました。次回の会議は今年3月に予定されていて、4月以降にも国民へ向けて情報発信をしていきたい考えです。多くの国民 PFAS 血液検査、疫学調査、健康調査を早急に実施すること。一方、 PFAS をめぐっては今月24日にも環境省と厚生労働省が合同で水質の正式な目標値の設定に向けた検討会を開いています。これについて今日午後、 PFAS 問題について取り組む市民団体が会見を開き、科学的根拠に基づいた値の制定や実態解明に向けての調査などを求めた要請書を提出することを発表しました。